ユスグスによる2013年の北朝鮮による核実験の画像2013年2月12日、朝鮮民主主義人民共和国によって行われた地下核実験。2006年、2009年に続き3度目の核実験である。2013年2月12日、北朝鮮の朝鮮中央通信は3回目となる地下核実験を成功理に実施したと発表し、 今回の核実験は核兵器の小型化と爆発力の強化を行ったと述べた。中華人民共和国の地震ネットワークセンターと CTBTO アメリカ地質調査所は核実験の影響と考えられる振動を当初はマグニチュード4.9と発表し後に5.1と訂正した。このため2月12日に日本政府は アメリカ合衆国との緊急会議を召集し、大韓民国は軍の警戒レベルを上げた。この爆発が核兵器によるものか核爆発を偽装した爆発かは不明としているが核実験を偽装した証拠は特に見つかっていない。中国、日本、韓国は爆発後に放射線の検知はできなかったとしているが2006年の核実験と異なり、 九箇所の遮断扉と見えの遮断壁が設けられた螺旋状の地下実験場の形状が検知を難しくしていると考えられている。核実験の結果については一部機関からは最大40キロトンという結果が出ている。この観測が事実なら三度目の核実験直前に懸念されていた強化原爆が試験された可能性が浮上することになる。強化原爆の製造技術は 小型化やプルトニウム240を相当含むような、粗悪なプルトニウムでも有効な原爆に仕立てることに繋がるため、新たな懸念材料となる。韓国国防省は、核実験が行われた同日に6から7キロトンとの推定を発表した。ロシア国防省関係者は7キロトン以上だとしている、ノルウェーの研究機関ローサーは、地震波形を解析した結果、10キロトンと推定した。 ベーシンクタンク、核脅威削減評議会は、複数の専門家の検証の結果、12.5キロトン程度の出力である可能性が高いと発表した。また、最大の解析結果は、ドイツの政府系研究所である、連邦地質資源研究所が発表したものである。ドイツ連邦地質資源研究所は、最大で40キロトンに達すると発表した。同研究所が、 根拠にした地震規模は包括的核実験禁止条約の規定に従い設けられた各実験監視施設で観測されたものであるという。この観測結果は日本の気象庁が感知したデータと同じで、この地震規模から解析すると今回の核実験で用いられた核爆弾の威力はリトルボーイの3倍程度のものになるとしている。同時に韓国政府による発表は 政治的な理由で爆発威力を矮小化しているとの見解を示している。東核実験に対する主な国際機関の反応は以下の通り。東核実験に対する各国の反応は以下の通り。ありがとうございます。